ソケット AM2 は AMD のアスロン 64X2 などの CPU で使用するソケット AM2 の後継の CPU ソケットである。ソケット AM2 はソケット AM2 からソケット AM3 への移行途上のソケットであり、ソケット AM2 と完全な互換性がある。つまり、ソケット AM2 向けに設計されたプロセッサはソケット AM2 マザーボードで動作し、 反対の組み合わせも動作する。ソケット AM2 からの主要な変更点は AM2 プロセッサの利用である。つまり、初期の AMD プロセッサソケットのテクニカルドキュメントは容易に入手できるが AM2R2 プロセッサー、ファンクショナルデータシートはまだ一般に公開されていない。AMD は AM2 プロセッサが AM2 マザーボードで動作し AM2 プロセッサが AM2 マザーボードで動作することを確認している。ただし、AM2 マザーボードで、AM2 プロセッサーを動作させた場合は、ソケット AM2 の仕様での動作となる。AM2 プロセッサーは AM、AM2 マザーボードでの高速なハイパートラポート3.0や、分離されたパワープレーンなどの利点を利用しない。多くのマザーボードメーカーは、この互換性を有効にする。 BIOS アップデートをリリースしていない。他のメーカーは単純に AM2 マザーボードは AM2 プロセッサと互換性がないと表明している。AMD はソケット AM2 から AM3 へのアップグレードパスを確認している。ただし AM2 のマザーボードでも製品によって AM3 プロセッサの対応は分かれており、一部のマザーボードは BIOS のアップデートによって対応する。 マザーボードメーカーが AM3 プロセッサのサポートを発表していない製品でも動作することがあるがサポート対象外となる。ありがとうございます。